안녕하세요가을입니다はい、ということでおはようございます。はい、現在ね、朝10時過ぎでございます。でね、見て、みんなここどこでしょう。こんなに綺麗な駅どこでしょう。タラーン。てか、なんか新宿みたい。違うか。はい、ということでですね、ここ実はジョンロン小川駅なんですよ。なんか私も超久しぶりに来たんだけど、完全にこう綺麗に改装されてて、最初なんか間違えて降りたかと思った。ここから上がるとカンジャンシジャンがあるところなんだけど、見て、めっちゃ綺麗じゃない。びっくりした。はい、ということでね、まあ、ジョンロ小川駅ということは、はい、皆さんどこに来たでしょうか。私、カンジャンシジャンに、はい、今から行きたいと思います。なんですけど、まあ、カンジャンシジャンっていうと、こう食べ歩きとかね、市場をみんな想像すると思うんですけど、今回はそのカンジャンシジャンの中にあるハッカンマリカヨグクスっていうやつをね、食べに行きたいと思います。皆さんね、多分トンデムンのこうタッカンマリ通りとか行ったり、まあ、日本でもね、タッカンマリ食べたりとか、意外とね、あの日本人からすごい人気のあるメニューがタッカンマリなんですけど、まあ、それにね、皆さん大好きなカヨグクス、麺が入ってるということで食べに来ましたまあ夏ということでね、ちょっと鶏肉食べて、はい、元気をつけようみたいな、まあ、鶏肉一年中食べてるんですけど、まあね、いつもカンジャンシジャンではこう食べ歩きとかね、軽食系なので、今回もカンジャンシジャンでこうがっつりね、ご飯というか食事をしに、はい、行きたいと思います。ということで、カンジャンシジャンの中なんですので、最寄りの駅がチョンロ小川駅の、8番出口になります。ちょっと駅の中綺麗だから、駅の中からちょっとね、はい、あの動画をちょっと撮っていきたいと思います。それではね、私の朝ごはんお付き合いくださいませ。それではゴー。じゃじゃじゃー、見てください、この綺麗な、はい、出口じゃない、綺麗な、はい、駅、はい、ということで、こちら8番出口、見て、全然違う駅になっちゃったね。ということで、上がってきますとね、分かるんですけど、私がいつもカンジャンシジャンに行くときはあっち側のね、7番出口から出て向かうんですけど、まあ、それのすぐ横の出口ですね。はい、出るとこちら、じゃじゃーん、すぐ目の前にございます、イルオパエタッククス。てかさ、今思ったんだけど、これもめっちゃ美味しそうじゃない。チョゲネンミョン、暑いからさ。はい、ということで、こちらですね、食べていきたいと思います。いらっしゃいよ、タックスパエコクサナシ。はい、ということで、今入ってきたんですけれども、あの入り口にもあった冷麺の上に、あのこう鶏肉がほぐしてあって、なんかすごい美味しそうなものがあったんですけど、まあ、今日はタッカンマリプラスカヨグクスを食べに来たということで我慢します。で、今日もね、めちゃめちゃ天気が良くて暑いんですよ、外。はぁ、冷麺食べたいとか言って、昨日も冷麺食べたんだけどさあ、てか聞いて、私が最近あのピョンヤン冷麺の動画を出して、なんかあんまりちょっと美味しさがわからない的な話をしたんだけど、それでもなんか韓国人の人が、いや美味しいよって言うから、なんか私が美味しいお店に当たってないんだと思って、あの諦めずにね、すごい個人的に行ってきたの。他のお店行ったらすんごい美味しいお店を見つけたの。絶対撮影するから待ってて。昨日食べたばっかなのにもう食べたいもん。マジですっごい美味しかった。はい、ということでね、まあ、今回はタッカンマリカヨグクスっていう、まあ、分かりやすく言ったんですけど、タッカンマリっていう名前ってか意味が、タッっていうのが鳥、ハンマリっていうのが一匹なので、鳥が一匹っていう意味でタッカンマリっていう料理名なんですよ。でも今回のはタッカンマリカヨグクスみたいな感じで、あのカヨグクスの中に鳥半分が入ってるって感じですね。ああ、あれにすればよかった、人参ペクスカヨグクス、多分なんだっけ、高麗人参が入ってるんだと思うんだけど、体に良さそうだよね、それ食べればよかった。まあ、かなり、ね、お店も綺麗ですし、ちょっと期待して、はい、待ってみたいと思います。チェック、じゃじゃーん、はい、こちらがタッパンマリカルボックスでございます。まあ、名前がタッパンマリじゃないんだけど、なんだっけ、ペクスカルボックスでございます。で、見ていただけると、見て、鳥が入っとる。で、上にはキクラゲが入ってて、見て、どけるとデレンデデデン、もう本当にぴったり半分鳥、こんな感じで入っております。で、下にはね、こんな感じで、はい、
皆さん大好き麺類とカルボックスが入っております。美味しそう。そして、はい、一緒に食べるキムチが来ます。はい、食べていきたいと思います。やば、鶏感がやばい。インスタグラムとツイッターをフォロー、それから高評価とチャンネル、何どうしちゃったのこれ。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。鶏半分、ちょっとね、鶏を分解していきますね。わ、すごい、ホロホロですよ。うまっ、見てて。なんでこのお店知らなかったんだろう、今まで。鶏と麺と、小鳥と私と鈴と、ここにキムチまで。さあ、いただきます。これはあかん、これはあかん、これはあかん。なんかね、なんだ、スープからですね、スープからめっちゃなんかニンニクがの風味がやっぱり見て、このスープをさ、下からこうすくい上げると、この、わかる？ニンニク、この白い、この白い、なんて言ったらいいの、この、この白い、何これ日本語すごい不自由なんだけど、この白いさ、わかる？これ全部ニンニクをね、こうすりつぶしたやつっぽいですね。やばい、めっちゃ美味しいんだけど。ほら見て、もう取れるもん、バリバリ柔らかいから、ほら見て、でね、お肉も、ね、パサパサな部分がほぼないですね。スープの中に入ってるからかもしれないけど、まあ、なんていうの、やっぱさ、韓国観光上級者になると、なんか若干こうみんなが行くような観光地だと避けがちなんですよ。まあ、簡単そうなんでしょ、方が行くとこでしょみたいな。あそこはもう観光客目当てで、目当てって言ったらにフォーカスを置いて、観光客にフォーカスを置いてなんか商売してるから、まあ、高いし味も微妙だしみたいな、なんかそういうね、ある。私もそういう時期があったけど、これ美味しいです。ちなみにね、営業時間は、ね、朝10時からでしたね。何時までか分からんけど、でもさ、夏になるとダメだね。ご飯食べなきゃいけないと思うけど、麺ばっかり食べちゃう。冷麺とかさ、冷麦とかそうめん、サムギョプサルでも食べに行くか。このお皿を何のためにいるかというと、このお店なんかこう塩とかにつけて鶏肉を食べるときにここに塩を入れたりとか、まあ、鶏を分解するときに使ったりするんだけど、普通のタッカンマリとかさ、タテギにつけたりとかするじゃん。それと同じような感じなんだけど、私的にはスープが本当に美味しいから、スープと鶏肉一緒に食べてほしい。これなんだろう、あ、これタテギっぽいな、違うかな、うん、たてぎっぽいな。つけてもうまい。別で食べても美味しいわ。うん、食べ方は好みですね。てかね、すごい量が多いです基本的に。いや、鶏半分入ってるってのもあるし、麺の量とか多いよ結構。これ食べてなんか換算手段でデザート食べてしたらいいかもね、まあ、お腹が大丈夫だったらの話ですけど。
周り見ると韓国には珍しく全員お一人様です。しかも現地の方手がすっごい熱い。上食べたからめっちゃ体温まりすぎてめちゃめちゃ熱い。見た？これは一日お腹空かなさそうなんだけどとか言いながらね、私燃費が悪いんで全然お腹空いちゃうんですけど。で、カルボックスはツルツルもちもち系です。そのカルボックスって手で作ってる、手で切ってるカルボックス、歯応えが割とあるんですけど、これはもちもちツルツル系のカルボックスです。はい、ということでごちそうさまでした。もうなんか本当にやばかった。申し訳ないけど私が中間で言った通りに、クァンジャンシジャンのお店ってやっぱりこう観光客をメインのお客さんとして扱ってるから、こうなんて言ったらいいんだろう、悪く言っちゃうと別にこう味の努力とかお店のこう接客の努力とかしなくても観光客はどうせ来るから高いだけでなんかそこまでみたいなお店がやっぱ多い、実際問題多いんですよ。でそれプラスやっぱり外国人観光客に人気なこうタッカンマリっていうメニュー、そしてカルグクスっていうメニューだから、もう本当に、まあ、こんな時期だけど人気がないわけないなみたいなメニューだから、まあ美味しかったらいいなぐらいで来たんですよ。すごい美味しかった、すごい美味しかったです。私的にはトンダムのタッカンマリ通りに行くんだったらここに来てタッカンマリカルグクス食べるとか、私はね高村カルグス食べたんですけど、テクスコムタンってあるんですよ、まあ、ちょっと鶏が入ったコムタンとか、鶏が食べたい人はここに来るのがねいいと思う。てかもうマジでスープが超美味しかったの。ぜひ韓国に来てニンニクをねバクバク食べて帰りたいみたいな人は、本当にねニンニクの香りっていうか風味が本当にやばいし、何もうやばい、駅前すぐだしクァンジャンシジャンって来やすいし、みんなが知ってるような有名なとこなので、夏に食べてもなんかこう健康になる感がすごいし、これ冬に食べても体温まる、やばいと思う。私今すごいなんか汗かいてるもんまあいろいろ言ったんですけど、まとめるとすごいおすすめですってこと。ということで今回はクァンジャンシジャンにあるタッカンマリ、タッパンマリカルグクスの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지. 終わり!